Sarasa, Anosa. Nani? Korewa. So, mo nano? Mo? Mo te nani ga? こうして指輪をつければ。 死んじゃうんだし、やってみるよ。
けられない。Thank you.
けて。決める。
これが私の力。決める。完全には倒せてない。あの原子は一旦引いただけ。
多分他のポイントを狙いに行ってると思う。他の？うん、この地球上にはね、22個の得意点みたいなものがあって、それぞれをリフレクターが守ってるの。ここ星の宮は17番目の得意点。リフレクターは得意点の範囲内じゃないと力を発揮できないの。それじゃあ、もし私たちがいない時にあいつが来たら。それは大丈夫、ユズたちはある程度なら予測できてるから。不意打ちというのはまずありえない。そうなんだ。あのさ、私、ヒナコ、サラソ、すごいね、その力。なんだか魔法みたい。この姿、この力を使えば踊れるんだけどね。でもさっきのやつを、原種を全部倒せば願いが一つ叶えられるんだ。私の願いなんて決まってる。私はもう一度バレエを踊れるようになる。え？サラサの気持ちと向き合った時に思い出したんだ、怪我した直後の気持ち。バレエがない私なんて死んでるのと同じ。ヒナコ、だから私は戦う。原種を全部倒してまたステージに立つ。よくわからないけど、私も協力してあげる。サラさん、ありがとう。あなたのためじゃない、あくまで自分のためよ。ライバルがいないと張り合いがないもの。うん、ひなちゃん、私これからもなるよ、リフレクターに。またバレエをできるようになってエトワールになる。エトワール？フランス語で星って意味だよね。トップバレリーナのことをそういうの、私の夢。ひなちゃん、これからもよろしくね、ひなちゃん。うん、それにしてもリフレクター、反射するもの。何？ネーミングが気になる？ううん、今の私にはぴったりだ。ん？エトワールみたいに自ら輝くことはない。はあ、それにしても原種、あんなのがこの世界にいるなんて、私にできるのかな。ううん、やるしかない。もう一度あのステージに戻るために。だから